はい、お疲れ様です。ギャングパスの小林です。というこんな動画も久しぶりになるかなと思うんですけども、今日もね、気合い入れていきたいなと思うんですけどね。まああのね、本題はね、実際問題ね、ちょっとワイズさんについてちょっとお話ししたいなと思うんですけども、それもさておいていろいろ喋りたいことあるんですよ。ということでね、今日もね、仕事を終わりまして、飲みながらですね、この動画を回しております。そしてね、スタッフのクロコップ君が後ろに常駐しております。おはようです。お疲れ様です。はい、そんな感じでね、まあ、今までいろいろ喋りたいことがね、毎日山のようにこうあったんですけど、まあ動画も回せずですねもう久しぶりすぎてあかんのかな、噛んでみたいな、まあ喋りたいことありながらも、まあ車両の紹介もしていきたいさなか、なかなかできない状態なんですよ、今。本当にね、今月3月ですけども、3月ももう末になりまして、もう4月を迎えようかなと思ってるところっていうか、4月を迎えるところですね。ね。なんで、まだまだね、4月明けないと、なかなかうちの方もなかなか業務的に順調に進んでいかないんじゃないかなという見通しでございますのでね。それまでね、動画もね、なかなか上げれない、車両紹介ができない状態なんですけども、4月から頑張りますんで、本当よろしくお願いします。ということで、まずですよ、サムネにもアップしてると思うんですけど、これ、ギャングパーツ T シャツできました。まあね、これモーターショーの時に向けてただ作っただけの T シャツになるんですけども、無駄に作ったんで、1枚ね、2500円で販売したいなと思います。これね、税込み、2500円で販売したいと思ってますんでね、この T シャツが欲しいっていう方は、ぜひ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 、ご注文ください。まだこれ、ね、ちょっと載ってないんですけど、もう、いち早く欲しいなって思う方はですね、当店にメールをください。お名前、ご住所、郵便番号、電話番号ですね。この4つをお聞かせいただければ、代引きで送ることができます。代引きで数量324円ですね。で、324円と、送料がかかるんですけども、お振り込みさせていただいた方にですね、代引き数量といいますか、送料がですね、選べます。レターパック360と、レターパック510ですかね。はい。安い方で送りも T シャツなんでできるんで。で、サイズが L と XL のみとなっております。M は全部、なくなっちゃいました。ので、申し訳ないんですけど、ね、L か XL が着れる方、ご注文よろしくお願いします。一応、ちなみに僕、着てるの L です。で、今ね、体重が、70ちょっとと。全然ってないです。100、あれちょっとやってくれよ。ちょっとやってくれよ。はい、こんな感じです。はい、身長172センチの僕なんですけど、172センチで、体重今70キロちょっとぐらいですかね。なんですけど、L がこんな感じですね。はい。いかがでしょうか。いけてるやろ。まあまあ、そんなんどうでもいいか。まあそんな感じで、はい。今日もね、飲みながら進めていくわけなんですけど、ほんまね、ほんま言いたいこと一つあるので言うと、最近の話題で言うたら、ディアゴスティーニの、YZF RM ちゃうわ、M1 ですね。発売されたそうです。ディアゴスティーニから、噛んでない？いける？ディアゴスティーニから販売されたらしいんですけども、もう、初回、ね、創刊号499円という。安い！お？ね？が、もう499円出したらね、フロントのカウルがついてくるらしいですよ。でしかも、なんかその、僕もこう、当たり触りしか見てないですけど、全部組み立てたら、なんと50センチのプラモデルができるらしいわ。でかいですね。その、YZF M1。だから、MotoGP で使われて2016年仕様のプラモデル全部集めたら出来上がるらしいんですよ。それが、まあ、全長50センチからなる、ね、すごいプラモデルができるらしいんですけど、プラモデルができるのはいつなんやとね、思ったわけですけど、まあ今年の年末らしいんですよね。年末あったりとあれ、隔週ですか？隔週らしいですね。どうも年末がもう末あたりやと、10月とか11月ぐらいやと、で出来上がって、言うたら毎週毎週週刊やろ、毎週毎週こう届けられるわけやんな、うん、で次号から1800円かな、1700円かな、そんなんやと、ほう、何号あんねんお前みたいな。まあそれをね、ネタに、YouTube でアップされてる方が大阪にいらっしゃいましたけども、はい、ゼンマイさん、ね、またよかったらコラボしてください。まあ、ゼンマイさんはね、実質、遠く知り合いというか、
何回かお会いしたことはあるんですけどもね、はい、まあ、そんな方が今最近 YouTube されてて結構面白い、元ブログというか、まあ、いろいろ仕事的な動画を上げてらっしゃる、その傍らでディアゴスティーニの、ね、YZF M1 をこう買ったみたいなやつがあって、いやそれどこまでやんのみたいな。でもね、80はあった、80はやってくれんかなみたいな。そりゃそうでしょ絶対せえへんと思う。まあそんな感じで、まあそれがまあ気になった、まあ大阪でやらしい話さ、もうこれやこれな、お金全部やっていくらすんねんと、全部買った時に、うんうん、で結果調べてみたんですよ。で調べてみたら約22万円、ないし、なんかバインダーやら何やら買ったら絶対23万ぐらいやとほう新車の原付き買えるやんかみたいな価格帯になってまして、うん、まあでも YouTube のネタにできたら美味しいかなとは思うんですよね。ただもうやってらっしゃる方がいらっしゃるんで、まあ今更ねこうなんかこうやったかってね、まあそんななんかどうかなと思うような話なので、僕はちょっとね、今回そのディアゴスティニアもいいかなと思ったので僕は買いません。はい、別にね、別に買ってもいいですよ。ディアゴスティニア全部買ってね、その23万円原付き買えるやんってツッコミをくださいぐらいの感じでいいかなとも思うんですけど、まあね、まあ、ほんまに喋りたいことほんまいろいろありすぎて、もうこれだけじゃないんですよ。そ, ね、それで言うたらなんかもうランブレッタっていう、まあ、メーカーのバイクがあって、それもね本当にこうモーターショーで見たんですよ。と大阪モーターサイクルショーで初めて、見たんですけど、めっちゃかっこよかったりとか、まあ、そんな話もあるし、なおかつねもう上げてない話で言うたら、モーターサイクルショーのそのカッサンとのコラボの動画を上げれよとか、まあ、結構出てたりはするんやけど実際問題。ただまあうち目線のさ、もうカッサンこんな人でみたいな、もう上げようと思ってんやけどその時間なくてすいませんみたいな感じなんですよね。でまあそのね上げられへんから、こないだ先日なんですよ、先日ね、ちょっとね、もう本当にね、ライブ配信で約15分ぐらいかな、お話しさせていただきまして、まあ結構飲んでて、あれやったんですけど、まあ飲んでるさ、なんかね、本当にね、感謝の意を伝えたいなと思ったので、まあああいう動画になったわけですよ。で、まあ結局のところね、ことの発端って言うたらね、あれなんですけど、もう、この今年、2019年ですね、大阪モーターサイクルショーね、無事ね、そら、ね、全部うまいこと、まとめれたっていうのは本当にありがたい限りなんですよね。別に結果が出たとかそういう話じゃないんですよ。別に大阪モーターサイクルショー出展したからって言って何かが結果がついてきた、何かが売れたっていう話じゃないんですけど、実際今のところはないですけどね、はい、ないんですけども、要はね、YouTube をやっててよかったなって思うようなもう結果だったんですよね。それこそね、もう事の発端っていうよりか、そのワイズファクトリーさんとお知り合いになれたおかげでですね、でカッさんとお知り合いになれたりだとかね、 A&M ガレージ君が、ギャングパーツブースに手伝いに来てくれたりだとか、そんなすごいですよね。しかもそのね、そのカッサンとのトークショーコラボとかっていうのを生で見に来てくれる方がいらっしゃったりとか、本当にもうマジでね、こんなのも同じ話になるんですけど、ありがたいと本当に思ってるわけですよ。もうこれはもうやっぱり言うなれば、ワイズファクトリー加藤代表社長のおかげさまさまじゃないのかという話ですよ。本当にお世話になりました。ありがとうございます。ということでね、ただね、その最近そのワイズファクトリーさん、この間アンサー動画をくれたんです。ほう。はい。アンサー動画くれまして、で、なおかつですね、その、ちょっとこう、最近僕忙しいから動画上げてないんじゃないんかなっていうふうに、この間のその僕の動画でね、お話しさせてもらったんですけども、はいはい、いや、ちょっと最近ちょっと体調が、みたいな、話やったんですよね。はい。もういち早く元気になってほしいなと思って、はい、どうしたら元気になると思って考えたんですよ、はいはい、どう思います、どうやったらやっぱそのまあそのほんまやったらなんかこう行ってね、頑張ってくださいっていうのがやっぱこう筋なのかなとも思うんですけども、まあ店がままならぬ状態なのでなかなかそういうこともできないと、まあそうですね、いう状況でね、いろいろ考えたさなかですね、ね、元気になってほしいっていうのはあるんですよ、すごく、うんうんうん、ね、でもこうでもこのねすぐパドル行かれるとでもちょっとね、元気になってまた動画ね、前と同じようにですね、
もうだからもう週に4本5本とね、あの飲み動画を僕は期待してるわけですよ。ね、それもう見てますよ。全部とは言いませんけど。全部ちゃうんかい。全部ちゃうんかい。見てますんでね、ぜひぜひね、また動画投稿ね、やっていただきたいなと思うんですけど、ちょっと最近お酒がなかなかちょっと体調不良でのね、僕も本当に体調悪かったらお酒飲めないんですよ。もう本当にね、お酒大好きな人間なんですけど、もう今年っていうか、年、明けと、もう年末ですよ、去年の風邪でしょ。いやもう体調不良ね。正月や、正月だから1月1日からよ。まあまあね、あの大体もう朝から飲んで飲んで飲んだくれて潰れて寝てるっていうのがもう毎年のその通例なのにもかかわらず、1本だけ開けたっていう。とりあえず出されたやつを無理して飲んで、もういいわ、俺もういいわっつってご飯も食べず寝てたと。雑煮も食わずしてね、いや分かるね、やっぱ体調が悪くないとお酒って楽しいお酒飲めないの、飲めないですよね、皆さんどうなんですか。だからやっぱりその気持ちっていうのはやっぱあると思う、分かります。すごくその飲めないっていう、酒好きな人が、このお酒が好きな人が飲まれへん、もうそんな苦しいことないと思うね。もう飲めへんから分かれへん、それがタバコ触るのと自分の感覚なんですか。いや違う、また違うんだ、違う、なんか違う、違う、今まで美味しかったものが美味しいと感じなくなる瞬間みたいな。そのタバコ吸ってて、そのタバコもそれ、まあ風邪のひいた時とかやったら美味しくなかったりするやん、はい、あのもうそれと一緒で、なんか違うんだよ、なんかこうチュルッと飲むんやけど違うみたいな、なんかなんかそういう感覚に担われるの。もうなんかいろんなのがあるんやろうな。考えて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 さ、あもう今言ったけどさ、もう考えて考えて元気になってほしいから、うん、もうちょっとこうね、考えたんですよ、元気になってほしいと思いまして、こちらをね、お送りさせてもらいたいなと思いますんで、はい、スゴジュウですね、これどうですか、どうですか、はい、どうですか、はい、スゴジュウです。はい、なんとこのスゴジュウ、これ結構すごいですよ、超絶配合パワー液って書いてあるんですよ。鉱山堂のスゴジュウということで、まあすっぽん、抽出エキスが入りの、コブラ入りの、カキ入りの、サソリ入りの、マカと亜鉛酸酵母ですかね、亜鉛酵母ですかね、入りの、トナカイ入りの、トナカイですか。これ海に馬って何て言うんですか、海に馬はもうちょっともうほっときます。ガラナ、ヒアロン酸、カフェインハイリーノ、高齢人参ハイリーノ、クコーシエキス、ローヤルゼリーと、エゾウ、これも全然分かってないんですけど、もうまあなんかいろいろ入ってると、いう感じですね。まあとりあえず、これをゴクッと飲んだらですね、芯から先まで燃えてくるみなたぎ、もう、みなぎるという話ですよ。もう、何ですかね、生、気、シャ、え、なんなんこれ。まあ、何しかパワー出んじゃないかなと思いまして、違う、これじゃない、え、違う、もう、自信はないよだけど絶対違うやん。まあ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 、まあ、いいやん、いいやん。まあ、そんな感じで、とりあえず元気出してほしいなと思いまして、もう、これをね、今日お送りさせてもらいますよ。だからもう無理やり動画を上げろ企画ですよ。あ、飲んでもらおうと。ああ、完全に飲んでくれと。昼間に、だからこれを入れてもらって、夜に備えるっていう、ね、ところですよ。ただ、まあそんな感じで、今日はね、まあ、3月の27日なわけですよ。はいはい、で、まあ今日はもう送れないんで、はい、明日お送りするとね、29日には、もう完全に到着してるような形になりますんで、もう朝到着するように送っときますんでね。もし、まあだから、29日の、夕方ぐらいから飲んでもらって、備えてもらいましてですね、動画が上がってない時は、あ、やっぱ体調悪かった。ああ、悪いかったよな、それは、ちょっと、役不足やったやな、と思った時にはですね、まあ、そういうことですよ。ご視聴者の皆様は。うん、だから、その時はですよ、その時は、だから、もう一本、もう一本、
次の日に飲んでいただきたいなと。ね。で、次の日、これ一本で聞けへんわけやから。な、ね、これ一本で聞けへんわけやから、これを広いに飲むわけ。はいはいはい、広いに飲んで、ね、なおかつ、なおかつ、その、夕方にもう一本これ飲んでいただくというセットになっておりますので、ね、ワイズファクトリーの社長にはですね、このスゴージュを無理して飲んでいただくというような形でお願いしたいなと思います。そしてね、この3つをですね、明日必ず発送しますんで、到着を楽しみに待っていただければなと思います。ありがた迷惑ってやつですね。はい。で、もうこれだけやったらね、まあ、愛想ないんで、はい、まあ、今紹介させてもらいましたですね、ギャングパッチーシャツで、もうすでに出ました、この、まだ販売しております。ギャングパスキャップですね。映っておりますかね。もうこんな感じですよ。あ、やらしいやらしい、ちょっと金額が映ってますけども、こちらをですね、一緒にもうワイズファクトリーさんのところにね、もう送ってしまおうかと。もう宅配店と一緒。いや、宅配店の時はちゃんと予告なしやったけど、まあね、今回予告ありやろ。今までそのワイズだけ与えといてな。もう今までワイズファクトリーさんとのその コラボというよりか勝手にのね、アンサーやりんのこうね、動画のこう上げ合いというのはですね、勝手に今までやってきましたんですけども、気になる方はですね、過去の動画をチェックしていただければなと思うんですけど、まあね、こちら、まあ、こちらの T シャツに関してはですね、こちらの帽子一つだけになるんですけど、こちらの T シャツ L と XL とね、送っておきたいなと思いますので、ぜひね、P さんも一緒に来ていただければなと思います。はい。本当にね、こんな感じで、まあ、無理やり送っとこうっていうやつなんでね、どういうアンサー動画が返ってくるか俺自身が期待してるから、皆さんも一緒に期待しようかな。期待しましょう。ね。よろしくお願いします。ということで、今回ね、このような無駄話から始まり、本題これだったっていう話になりました。はい。もう、ね、申し訳ないです。はい。また、4月からですね、もちろん、車両紹介動画気合い入れていきます。そしてね、今一つお願いあるんですよ。関西近県でお住まいの方、車両はですね、もう必要ないよっていう方がいらっしゃればですね、買い取り大歓迎でございますので、ぜひぜひお声掛けいただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ、飲んでるけど、まあ、これは本気やから。まあ、その、まあ、仕事はね。今までやってきたやりとりは、まあまあまあ、さておきなんですけどね。ちゃんと、きっちり仕事と言いますか、本業も頑張っておりますのでね、動画に関してはもうしばしお待ちいただければなと思います。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。では。